P 級駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の緩急1940年度戦時予算に基づく第二次戦時急増艦隊として8隻が建造され、1941年から1942年にかけて順次に収益した。第二次世界大戦において戦乱護衛を務めたほか、 大戦を生き抜いたパラディンとペタードの2隻は1950年代に16型フリゲートへ改装された。第二次世界大戦の勃発を受けて、イギリス海軍は戦時緊急計画を発動し、まず1939年9月3日、第一陣として王宮が発注された。そして10月2日、第二陣として発注されたのが本宮である。当初計画では、 王宮の一部となる予定だったが、建造途上の1941年1月、45口径10.2センチメートル単層広角保護器を搭載するように変更されることになり、これに合わせて、O を冠した艦名から P を冠した艦名へと解明された。この解説系は後期に影響を与えない予定だったが、オンスローから解明したパケナムは5週間、 オンスロートから解明したパスファインダーは4週間の遅延となった。上記の経緯より、設計は王宮の紹介性型、すなわち J 級の派生型であり、単円突、選手楼型という線形も同様である。機関も同様で、アドミラルティ式3動型水管ボイラー、パーソンズ式、オールギアードタービンによる二軸推進、出力4万馬力である。ただし本級では、 配管系の配置に改良が加えられた。一方、蒸気の経緯から、艦砲は45口径1 0 2トル単装降角砲5機に変更された。このため、応急で搭載されていた、後部魚雷発射管は省かれて、対艦兵器は21インチ4連装魚雷発射管1機のみとなった。ただしピタード、パスファインダーでは1 0 2トル単装降格砲四機として、 4連装魚雷発射艦2機を搭載するように変更されて竣工した。また1945年初頭ピタードでは 10.2cm 単装降格砲をすべて撤去する代わりに45口径 10.2cm 連装降格砲2機を搭載した。射撃式装置は応急と同様で285型レーダーを備えたマーク v 砲位バと、 対空用の FKC 射撃板と、対水上用の FCB 射撃板の組み合わせとされた。近距離用の対空兵器としては、当初は J9 と同様に39口径 40mm4 連装機銃1機と62口径 12.7mm4 連装機銃2機を搭載する予定であった。しかしいずれも防空力としては、不十分だったため対戦中に撤去され、 1944年1月の時点では70口径 20mm 機銃の連装、単装重化2基ずつが標準的な装備となっていた。またピタード、ポークパインでは70口径 20mm 機銃の搭載までの間、高速魚雷艇と同系の62口径 12.7mm 連装機銃が搭載された。AB16 型フリーゲートへの改造後に、 新たに与えられたペナントナンバー建造当初の官名はページステントであったが浸水直前の1941年3月に改名。ありがとうございます。